今シーズンに関してはかなり期するところがあって集大成の年にする心つもりでしたので複雑な思いはあります木村社長は2006年ファジアーノ岡山スポーツクラブの初代社長に就任クラブ運営に手腕を発揮し当時地域リーグだったチームを J1 昇格を争うまでに育てました会見では時折天を仰ぎ涙を見せながら ファジアーノでの12年を振り返りました一番はあの地域リーグ決勝大会で昇格できた時ですねあの時の制度であればクラブはなくなっていたと思うのできつかったしもうクラブがどうなるかわからない不安と向き合いながら日々だったので後任には鈴木徳彦ゼネラルマネージャーが代表取締役ゼネラルマネージャーに